彦氏のマッチです。さあ、今日のところに行きましょう。今日は、介護老人保健施設ですね。通称、老健と言います。こちらの方をですね、単元を進めていきたいと思います。はい、テキストは251ページを開いてください。まず、介護老人保健施設の意義、目的ということで、252ページにかけて書いてありますが、ここではポイントをもう3つに絞りました。一つ目が、この中間施設というものですね。中間というのは、病院と家を結ぶ、この間の中間です。ですから、病院から家に、まあ、直接戻るのではなくて、途中で、介護老人保健施設に入る。そこで、リハビリ等ですね、していただきながら、最終的にしっかりと体制を整えて、在宅、家に戻りましょうというような考え方の施設で、中間施設というふうに、まあ、考えられている、位置づけられているわけなんですね。これはしっかり覚えていただきたい。それと、対処時指導というのがあります。これはテキストの252ページの、カッコ3、赤で書いてありますね。入所期間が1ヶ月を超えると見込まれる利用者に対して、対処前、または対処後、30日以内にその家庭を1回訪問し、在宅生活支援のためにケア指導するというものですね。まあ、こういったものがあるということは、やはりより、中間施設であることが、まあ、強調されているのと、在宅復帰に目指していく、その支援ですね。これを積極的に行っていくということが感じ取られます。このあたりをしっかり掴んでいただきたいということですね。さあ、二つ目です。開設許可というふうにあります。他の施設ですね、であるとか、居宅サービス、これに関しては、指定というのがありましたよね。指定基準という言葉もありました。で、この介護老人保健施設だけは、指定ではなくて、許可という立場が取られます。これはこの介護老人保健施設が他の法律ではなくて、介護保険法に基づいた施設であることからですね、しっかりと、まあ、ちょっと厳しめなんですが、許可ということになっています。これも覚えていただくということですね。さあ、三つ目、非営利法人とあります。この介護老人保健施設を運営できる法人は、非営利法人でなければならない。例えば、社会福祉法人であるとか、国であるとかですね。そういった公共性の高い法人でないと、この介護老人保健施設というのは運営、設置できないということは覚えておいてくださいね。はい、続いて、介護老人保健施設の特徴についてお話をしたいと思います。これも、キーワードを4つ、前に書き抜いています。まず1つ目、家庭的雰囲気であるということですね。まあ、この施設は家庭的雰囲気を有する施設でないといけないというような文言があるわけなんですが、在宅復帰をもちろん目指していくんですが、その中においても、家庭的な雰囲気を、有しないといけないというの、ようなことがあるわけなんですね。少し違和感を感じるかもしれませんが、この家庭的雰囲気のある施設というのはですね、グループホーム、ね、共同生活介護でも共通しますが、ね、より利用者さんが、生活しやすい空間を作っていきましょうというような設問が時々見られますので、覚えておいていただきたいなというふうに思います。さあ、二つ目ですが、維持期リハビリテーション。もうこれは何度も言っています通り、介護保険で行うリハビリテーションは維持期リハビリテーションですよということですね。この介護老人保健施設で行われるリハビリテーションも、たがわず維持期リハビリテーションを行います。はい、三つ目です。認知症利用者の方ですね。介護老人保健施設というのはリハビリテーションが中心の施設であるというふうに考えられますが、この認知症の高齢者の方ですね、が実は 85% 程度占めるというふうに言われています。ですから、イメージとは少し違うかもしれませんが、この介護老人保健施設は認知症の利用者さんが多いということですね。これは覚えておいていただきたいことであります。さあ、最後ですが、要介護者と書いてあります。これはどういうことかと言いますと、皆さんもご存知だと思います。介護保健施設、3施設は、要介護者のみ利用できますね。要支援者は入所できません。しかし、ややこしいのが、この介護老人保健施設には、ほとんどの場合、
通所リハビリテーションと短期入所療養介護というのが併設されています。その通所リハビリテーションと短期入所療養介護は要支援者も使うことができます。ここが注意なんですね。介護老人保健施設ではもう要支援者が全く使えないというふうに思いがちなんですが、そこに併設しているデイケアであるとかショートステイは要支援者も使うことができますので、これはしっかりと頭の中に覚えていただきたいなというふうに思います。過去の設問でもですね、こういったところが狙われたりしていましたので、もちろん入所は要介護者しかダメです。入所は要介護者しかダメなんですが、そこに併設されている、デイケアであるとか短期入所であるとか、そういったものは要支援者も介護予防として使うことができますので、ここは間違えないようにしていただきたいなというふうに思います。ということで、この4つのポイントですね、これを掴んでいただければ、大体、介護老人保健施設のポイントを掴めたと思っていただいても大丈夫だと思います。はい、続いてテキスト255ページを開いてください。人員基準ですね、これを見ていきたいと思います。黒板に書いてありますが、まず医師必置ということで、医師を必ず置かないといけないということになっています。テキストにも書いてあります。従業員の員数ということで、医師が常勤で1人以上ですね、という形で書いてあります。それと、3番ですね、看護職員もしくは介護職員が入所者が3人、またその端数を増すごとに1人以上常勤換算法で、必要ですということと、4番、支援相談員、と書いてますね。支援相談員。これは、特別養護老人ホーム、すなわち介護老人福祉施設ですね。では、生活相談員。呼び方が違いますので、注意をしてください。はい、それと5番、理学療法士、または作業療法士さんを置かないといけない。6番、栄養士。7番、介護支援専門医。これは絶対ですね。置かないといけない。というような、人員基準がありますので、これはポイントとして覚えておく必要があります。はい、続いて運営基準について見ていきましょう。これはテキストに沿ってお話をしていきたいと思いますので、テキストの256ページ、ここを開いていただきたいと思います。さあ、まず、入退所健康手帳、というふうに書いてありますが、ここは読んでおいていただきたいと思います。それと、その次ですね、施設サービス計画の作成と交付とありますが、これはずっとやってきた通りですね、説明、同意、交付というところですね。これも読んでいただければご理解いただけるかと思いますので、説明、同意、交付だけ頭の中に置いておいてください。さあ続いて、その下の診療の方針ですね。先ほども言いました介護老人保健施設には、常勤の医師が1名以上ですね必ずいますので、治療というのを行いますが、ただしですね、上から2つ目の点に書いてあります、特殊な療法または新しい療法等は、厚生労働大臣が定めるもの以外行ってはならないとあります。ですから積極的な治療というのはもちろん病院で行っていきますので、この介護老人保健施設ではその上に書いてあります検査、投薬、注射、処置等、これが中心ということになっていくと思われます。さあそれで右のページに行きます。257ページですね。機能訓練というところですね。ここでは必要なリハビリテーションを入所者1人に週2回程度計画的に行うというような具体的な数値が出ていますので、これもポイントとして覚えていただきたいですね。具体的な数値というのはやはり試験に狙われやすいですから、例えばこれがリハビリテーションを週に1回とかでしたらペケになりますね。ですから正確に1週間に2回ということを覚えておいてください。さあ続いてその下の看護及び医学的管理下における介護ということですね。排泄のことについて、上2つ書いてありますが、3つ目です。入所者の負担により介護老人保健施設従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。もちろん施設に入所されてまして介護、職員、看護職員、お医者様でいますですからね、そこにですね、しっかりとやっていただくということが必要になってくるということになるわけですね。
それで4つ目です。施設内で行われる保険並びに維持的な医学的管理を目的した、医療行為に関する費用は、施設療養費に一括して含まれるとあります。ですから、例えば注射をしました。別に1割負担です。ということではなくて、そういったものは全て含まれますので、別に利用者負担を取ることはできないというようなことがここに書かれているというわけですね。これもポイントですので、覚えておいてください。さあ、その下です。管理者というところがあります。これは管理者は常勤のものでなければならないということを覚えていただくのと、最後に身体拘束等の禁止ですね。これもしっかりと読んでいただいて、これは施設共通ですからね、頭の中に入れていただきたいなというふうに思います。はい、最後にですね、利用者負担について見ていきたいと思います。テキストは258ページの左下 F に書いてある通りですね。介護保険3施設すべて共通です。ポイントはおむつ代ですね。施設ショートステイはおむつ代というのは保険給付に入っていますので、利用者の負担はないということです。ここがやはり狙われるところなので、しっかりと復習をしていただきたいなというふうに思います。はい、それでは今日の講義はこれで終わります。